はい、アニメと漫画の情報チャンネル新横浜遊び場トイズカフェです。ということでですね、7月14日2023年7月14日を迎えたわけですが、はい、本日ね、宮崎駿監督の新作君たちはどう生きるかが、いよいよ公開されるわけですけども、もちろんね、事前にいろいろ告知とかネタバレがなかったので、まあ、ネタバレもね、もちろん、極力しない、宣伝しないという、ジブリ様方側の、方針だったんですけども、この度、まあ、ほぼ確定なんじゃないかということで、主題歌が、どうやら、決まったようです。まあ、もともとね、いろいろ噂でもあったんですけども、宮崎駿監督作品の君たちはどう生きるかの、主題歌ね、ちょっと半年前とかから、そのアーティストさんに、鈴木プロデューサーからお花があったりとか、いろいろね、噂はあったんですが、どうやらこの方のようです。はい、米津玄師さんですね。はい、やっぱ米津さんだということがほぼ確定なんじゃないかということがね、ちょっと分かったようです。それもですね、ツイッターで、ハッシュタグで米津玄師と、書くとですね、はい、このように、先ほど公開された君たちはどう生きるかのキャラクターのアイコンが、表示されるようになっているということで、はい、玄師米津というアルファベットでもそう出ますし、君たちはどう生きるかというハッシュタグでも出るということでですね、これでほぼ米津さんが、主題歌なんじゃないかと。で、タイトルが地球儀というタイトルなんではないかなということですね。はい、あのですね、横浜アリーナの先日のライブで、実は米津さん、3日目と4日目に、アンコールで、謎のね、新曲を歌ったらしいんですけども、それがどうやら、ジブリっぽい曲だった、歌だったっていうのがすごく感想にあったらしく、で、お花もね、鈴木さんから、お花が来てたということで、皆さんがこれジブリの主題歌なんじゃないのっていう、噂があったみたいでですが、やっぱりそのようですね。で、もちろんハッシュタグでね、米津玄師って調べると、もちろん声優として参加するのかなって、思ったりもしたんですけども、やっぱり曲名、地球儀というタイトルでも、ハッシュタグで、この君たちはどう生きるかのアイコンが出てくるということで、まあ、これは曲名なんじゃないかなということで、ほぼ確定なのではないでしょうか。まあこれはね、ネタバレというか、妄想というか考察で、もう間もなく、公開されるということで、皆様が見る方が、これからわかるわけですけれども、皆さんどう思いますでしょうか。皆さんで一緒に見ましょう。